マティルデ・フォン・ハップスブルクは、バイエルン公、ライン宮中クルートビヒ2世の日。マティルデは、ルドルフ1世とゲルトルート・フォン・ホーエンベルクの間の、長子として生まれた。弟アルブレヒト1世は、父の後を継いで1298年に、ローマ王となった。弟ハルトマンは1281年に歴死し、ルドルフ2世は、シュバーベン公となったが1290年に死去した。 1273年9月1日に、父ルドルフ一世が、ローマ王に選出されるまで、ハプスブルク家は神聖ローマ帝国内でそれほど重要な家門ではなかった。大空位時代の後、ルドルフは選定校により全員一致で、ローマ王に選出された。ルドルフは、自らの王位と統治を確実なものとするため、周到な結婚政策を行い、長女、マティルデを、 バイエルン公ルートビヒ2世と結婚させた。ルートビヒ2世は全員一致で、ルドルフ1世をローマ王に選出することを公言していた選定公の一人であり、ルートビヒ2世を味方につけることは、ルドルフ1世の利益となった。1273年10月24日、ルドルフ1世の退官の日に、アーヘンでマティルデとルートビヒ2世の結婚式も行われ、マティルデは、 ルートビヒ2世の3番目の日となった。妹アグネスは同日にザクセン・ヴィッテンベルクコ・アルブレヒト2世と結婚した。この時よりハプスブルク家は帝国内で最も権力を持つ家門の一つとなった。マティルデの妹カタリーナは後にルートビヒ2世のオイバイ・エルンコ夫を3世と結婚し、ヘイトビヒはブランデンブルクザルツウェーデル境6世と、 クレメンティアはハンガリー王位請求者、カルロ・マルテロ・男女と、グタは、ボヘミア王・バーツラフ・二世とそれぞれ結婚した。このように、ルドルフ・一世は、帝国内の有力な領主の支援を確保した。ルドルフ・一世は、マティルデの持参金として1万5千マルクの銀を、用意した。結婚に際し、ルート・ビヒ・二世は、マティルデに、ボルフスブルク城とビンチンゲン城とノイスタットの町を、 マティルデに送った。1274年、ルドルフ一世は、娘夫婦に、バフェンハイム状を与えた。マティルデは、裁判、交渉及び法律を扱う、自身の法廷を持っていた。さらに、アルテン法へナう修道院の講演者でもあった。夫ルートビヒ二世と、父ルドルフ一世は、政治面で緊密に協力し合い、またルートビヒは、 ルドルフ一世の帝国議会にもしばしば参加したため、マティルデは、夫と共に、家族の元を訪れ、母親や妹たちとも、密に連絡を取り合うことができた。父ルドルフ一世が1291年に死去した、後、アドルフフォン・ナッサーが、ローマ王となったが、弟アルブレヒト一世とアルブレヒト一世を支持する、夫ルートビヒ二世はこれをしぶしぶ受け入れた。国王選挙の後、 ルートビヒ2世は、ナッサウ家と結びつくため、ムスコルドルフ1世とアドルフの娘メヒティルトとの結婚を決めた。1294年に、ルートビヒ2世が死去した後、マティルでは、ビッテルスバッハ家のための決定が弟アルブレヒト1世の不利益につながることに気づいた。弟アルブレヒト1世と、ムスコルドルフ1世が支持する、アドルフフォン・ナッサウとの間の対立の中で、 マティルデは、朝廷役となろうとした。マティルデの家父財産は、ハイデルベルクの周辺とライン川沿いにあったが、息子ルドルフ一世とメヒティルとフォンラッサウトの結婚のため、ウェバイエルンとオーバープファルツに交換されることとなった。ビッテルスバッハ家の分割相続により、ウェバイエルンは、下の息子ルートビヒ四世に与えられることとなった。しかし、長男ルドルフ一世は、 弟ルートビヒ4世の後見人となり、ウェバイエルンの相続権を主張しようとした。これが原因で、マティルデとルドルフ1世は対立し、1302年に、ミュンヘンで、マティルデは、ルドルフ1世に拘束され、今後政治に関与しないことを余儀なくされた。しかし、マティルデは解放された後、約束を保護にし、弟アルブレヒと1世を支持した。 マティルデは1304年12月23日にミュンヘンで死去し、夫と共にフィルステンフェルト修道院に埋葬された。ありがとうございます。